というわけでですね、久々にユニクロで買い物をしたんですけども、箱が新しくなってました。なんか面白かったです。なんか上ビーって開けるとどこから開けるのかなと思って、って言ってもその開封道具いっぱい作ってきてるから、もうカッター用意してて、よしこうまたピッて開けようかなと思ったら、なんか紐でスル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 ほどけるようになって、中はなんか折りたたまれてて、こうパカッて開くような構造になってて、なんかゴミがあんまり出なくていいですね。面白いですね。面白かったです。でいろいろ買ったんですけど、まあ今回のメインテーマで一番欲しかったのこれなんですよ。あのキヤノンの EOSR とコラボをしたユニクロの T シャツなんですけど、まあこれがEOSR なんですが、僕は普段これでですね動画を撮ってるんですけども、でキヤノンのオリジナル あのトートバッグとかそういうのもあの EOSR が好きすぎて買ってみたんですけど、あのその後そのトートバッグは、使っておりません。ここのどこかにしまったと思うんですけど、タイヤウォーマー入れにしようかななんて思ってそのままどっか行っちゃいました。で今回買ったのが、まあ、この T シャツなんですけど、これがいくらだっけ、数百円とかだったか、1000円したかなしなかったかなだったと思ったんですけど、で今回これを買うにあたってはその送料がかかっちゃうと。でだけどわざわざお店に買いに行くことでもないし、じゃあオンラインで済ませちゃおうと思ってネットで買ったんですけど、送料を無料にするために確かねボーダーラインが5000円ぐらいだったんですよ。でその5000円にどうにか到達させたいなと思って、ドラゴンボールのこのパーカー買いました。黒いフーディーですね。で表にこのドラゴンボールのロゴがあって、その中がなんかキャラの顔が入っていて、で腕にまあ、有名なキャラクター、主要キャラクターたちのこの目のアップっていうのがここにこういっぱい刻まれてるんですよ。これがね両腕で、生地は多分これ春用なのかな、ペラペラで薄っぺらくてですね、すごい簡単に着られるんですけど、多分まあ洗濯1回でこれは色抜けちゃうんじゃないかな。であと、まあデニムジーパン買ったんですけど、あの最近バイク作業をすることが結構多くてですね、あの普段着でそのまま作業しちゃうんですね。作業着にわざわざ着替えるほどでもないなっていうことで普段着で作業しちゃうんですけど、やっぱタイヤとかなんかチェーンの汚れとかが体中いろんなところについちゃってるんですね。でそれでその作業をするときに、まあ黒い服なら目立たないかなと思って、これ多分レギュラーで2000いくらだったみたいなの、このドラゴンボールのフーディーで、これがもうシーズン終わりのセールで、1000円ぐらいでした。むっちゃ安かった。あのサイズがもう全然残ってなかったんだけど、まあ作業着つなぎを買うつもりで買ったら面白いかなと思って、今回手に入れてみました。これがドラゴンボール Z のフーディです。むっちゃ黒がちょっともわれが出ちゃってるかもしれないですけど、このロゴの中にキャラクターが入ってるんですね。で両袖がこういう風にこの目のアップになってます。まあ詳細は気になる人ユニクロのホームページでも見てください。こんな感じです。で今回メインで欲しかったのがこれなんですよね。このキヤノンの EOSR が要は胸にこうトンっているようなデザインになってる T シャツですね。まあこんなカメラです。これ新型発表されましたね。ここが R に数字が5月で R5、 EOSR5 っていうのかな、これの後継機というよりかはこれのさらに上級グレード、より1個上に来るもののようですね。でこれでスペックは大満足していて、まあ、なんせ YouTuber 大好きバリアングル自撮りもできるし、でレンズもキャノン資産いっぱい使う、まあ、これ RF マウントのレンズ使ってるんです。今までのマウントのものもアダプターかませば使えるし、これとにかく本当に気に入ってるんですね。で写真もちろん綺麗なんですけど、どちらかというと僕はこの EOSR については動画性能の方が僕としては評価しているというか、僕にとってはこれ動画カメラですね。静止画カメラというか動画での用途が本当に良くて気に入ってます。まあ、当然この RF マウントのレンズの良さっていうのも効いてると思うんですけども、ボディのこのインターフェースの使い方、ユーザーインターフェースがすごい使いやすいんですね。これまでキヤノンのカメラを長年写真機としてこうやって使ってきた人たちからすると、多分このインターフェース変わっちゃってて気持ちよくないなんじゃないかな、そういうとこがなんかあんまりなのかななんて思うんですけど、例えば写真撮るときもここの親指でフォーカスポイントをこうやって触れるんですね。でここ、まあ、このタッチでなんかメニューのパラメータをこうやって構えた状態でこうやっていろんなことができるんですよ。でさらにはこのレンズの先のコントローリングのここの赤いところ、ここにさまざまな機能を割り当てすることができるんですね。だからようやくなんかデジカメがデジタルらしい動きになってきたというような感じがします。カメラそのものがデジタルになってくれたおかげで、まあ、データを要はここで写ってるものを確認できるし、このビューファインダーの中もこれかなりリアルになってきたので、要は最終的に書き出した時のリアルな写真というのをここで自分の目で見ることができるんですよね。でそれがまあデジタルのいいところ。でこのフルサイズのミラーレスになってなおさら都合よくなったなと思ったのが、こういう操作性の部分もようやくデジタル機器らしい、ガジェットらしい、そういうインターフェースになってきてくれたなっていうような印象があります。だからこれがあまりに可愛すぎて EOSR の T シャツを買ったんですね。これが EOSR とのコラボ T シャツ、すごい可愛いね。
なんか自分が EOSR を使ってなかったらそんなに欲しいと思ったかどうか分かんないんだけど、もう EOSR が好きすぎちゃってもう買わなきゃいけなかったですね。これで背中側が、このままメニュー表示した時のこのアイコンたちがこうずらっと並んでるわけですよね。だから遠目から見たら EOSR 使ったことがないと関係ないとかしたら何のことかもうパッと分かんないと思うんですよね。ただこの正面がこうなるのはなかなかこれ強いね。本当はこういうのってもっと古いフィルムカメラとか、なんか例えばライカみたいなものだとか、まあトイカメラロモだとか、もうちょっとそのアイコニックなものの方が多分これ可愛いと思うんだけど、僕にとっては EOSR 好きで使ってるので、僕にとっては十分にアイコニックな象徴的な存在だったんですね。でまあ黒だから使い勝手がいい T シャツだけど、さすがにこのロゴで可愛らしくファッションとして使えるかってちょっと僕にはハードル高いんで、まあ、これも普段ここの事務所とかスタジオで着るものとか普段着とか表に見えない時に着るように最終的にパジャマになるのか。ただユニクロの T シャツ生地感はいいですね。これもなんか数百円か千円ぐらいにもかかわらず T シャツだけはね、わりかし選択しても持つような印象があるんですよね。そんなに首元が一発でダルダルになることもないし、なんか肌着として便利なんじゃないですかね。めっちゃ可愛いじゃん。このドラゴンボールと並ぶとこうですけど、これはこれでドラゴンボールのいわゆるザ・ドラゴンボールな色とかフォントじゃなくて、フォントはそうなんだけど、ここがキャラクターの顔になっているっていうこの処理がちょっとなんかフックがあっていいんじゃないですか。だからこうなったりこうなったり面白いですね。はい、どんどん可愛くなってきた。ヨスRTシャツからEOSR、EOSRからのEOSRTシャツ、もう一回EOSR、こっちもEOSR、それともう一個買ったのを忘れてました。今日翌日です。昨日一日ドラゴンボールの風に来てました。ですね、これコットンリネンストール、まあストールなんですけど、あの首になんか一個巻くだけでなんかちょっとこう雰囲気変わります。ちょっとホッとするというか、まあ僕首が悪いんでその温めたくて、結構夏でも冷えると嫌な思いすること結構あるんですね。だから首守るためにこう首に物巻くの好きなんですけど、やっぱりずっと巻いてるから結構その汚れちゃうとか消耗するのもそうだし、例えばこれでなんか上着着た時にうっかりこう首元が擦れてしまったり、なんかファスナーに巻き込んじゃったりとか、すぐボロボロになっちゃうので、これはもう僕完全に消耗品なんですけど、昔々なんか今治で作ってるアトピーの肌にも優しい生地で作ったマフラーみたいのをもらったことがあるんですね。で僕一時肌がちょっとアトピーみたいになっちゃったことがあって、その時はなんかもう、もう本当特定の生地しか肌には触れられない、それ以外は全部もうこう痒くなっちゃってすごいことになっちゃうっていう時期があったんです。まあそれも治ったからいいんですけど、あのその生地はね、未だにいい生地だったなって覚えてるんですけど、あのまあコットンでなんかそのあんまりチクチクするコットンじゃなければ、もうあとはもう何でもいいかなと思ってるんですけど、これはですね、色ネイビーですね。ネイビーで今回買ったものがですね、値段ちょっともう一回ね、コットンリネンストール、これがねなんかちょっと安くなったのかな、990円でした。で多分これ女性用ですね。メンズの欄にはなかった気がします。であとね、EOSR の T シャツが990円だったら500円ぐらいだと思ってた。でね、あと今履いてるんだけど、なんかねジーパン買ってみた。あのバイク整備するときにすぐボロボロにしてみた。さらにこれちょっとね失敗しちゃった。というのもこれちょっと靴下でごめんなさいね、あのスリムフィットジーンズってのがあったら全然スリムフィットじゃないけん、ただのストレートだった。これがあのスキニーだからね、スキニーを想定してたんだけど、普通のジーパンだったらこれだから外ではね使わない。あとドラゴンボールスウェットプルパーカー長袖 L サイズ1290円、これ元値がね2000いくらだったのがこんな値段になってました。あの意地でも5000円に届かせて送料無料にしたくて、苦肉の策でスリムフィットジーンズ入れちゃったけど、スリムフィットジーンズはねちょっとね負けちゃいました。というとこですね。まあオンラインで買い物できて便利ですね。この流れでね、他のものもちょっとオンラインで買ったものがあるんですよ。まあユニクロじゃない別のメーカーのものなんですけど、それが買ったらですね、あの届いたらですね、買ったら今ねあのね、またね朝ね、これちょっと寝ぼけてる時間にカメラ回してるんですよ。まだなんかまだシャキッとしてないぐらいな感じなんですけど、届いたら紹介させてください。結構ねこだわって、でそれはねあのセール品でちょっといい感じのやつをね見つけたんですよ。それまたカメラ回しますね。よかったら見ていってください。そんなわけでまたお会いしましょう。以上レイがお送りしました。